しい。夢見る宇多田さんには私たちも会ってないですけどね。そっか、コンサート。そう、宇多田さん出ないから寂しい。そうなんだ。でもレミちゃんとめっちゃ喋る最近。うん、 B だし、いいね、ビートだし。レミちゃん昨日会った。チカッパさん一緒に出る。いいな。なんでチカッパさんいないの。え、何日22日。え、暇。ちょっとだからもう九州しか呼ばれないの。え、でもセリちゃんとか出るよね。そうよ、そうよ。なんで。あ、ごめん、あ、 B だった。え、レミちゃん出るよね。出る。なんで。来て欲しかったな。見においで、アメリカ。B なんだって。2日間やるんだよ。いいな、行きたかった。え、その間ペーペードームで試合してる。お、そっち行こうかな。ちょっとそっち行っちゃう。あえてのね、うん、でこれでやってたら、うん、ちょっとムカつく。ゾゾマリンでした。あ、ね、むしろこっち側でした。あら、チカッパ祭出たかったね。18期なの。山口ちゃん、山口ちゃんじゃん、ゆいち、ゆいちと一緒に踊れるのが嬉しい。推しじゃん。そう、ただのダンスファン。マジダンスうまい。昨日もさ、踊っててさ、めっちゃ綺麗です。綺麗だよね。うん、すごい。10年やってるんだ。うちよりやってる。うちのアイドルよりも。あー、すごい。だからさすがや、山口ちゃんに、うん、よりダンス下手でも、うん、しょうがない。それは仕方ないのないことだね。そう、あっちの方がダンスやってるから。しょうがないんです。出たかった、チカッパ祭マジで。え、じゃあ通しリハレミいないの。おい、通しリハの日なの。うん、やだ、寂しい。なんだ。え、朝から？あ、そう、イベントは朝からあって、AKB が出るのは夜。あ、じゃあ朝やってから行くの。何だったろう。鬼じゃない。ちょっと。こんにちは。なんかすいた。お腹すいた。めっちゃお腹なってるやん。開いたら教えてもらおうかな。今は14時47分。あれ、今誰に、あ、そうだ。誰に連絡しようとしたんだっけ。お疲れ様です。今日の東京39度？え？らしい。え？びっくりなんだけど。まあさ確かにさ、今日外出た瞬間サウナって思ったけどさ、やばいよね。30、数字で聞くと改めてやばいね。死んじゃう。そら、こんな暑いわけだ。あれさ、ずっとお家でエアコンつけてなかったんだけど、うん、昨日やっとつけた。うちまだつけてない。負けた。もうこんな人いないと思ってたけど。イエーイ。よく生きて。え、なんで、すごくない。よく生きてる。本当、うちらよく生きてるよ。絶対やばいよ。だからうちはもう帰りたくなくて。あ、もうこうガンガンだからね。すごい。まだつけてない。めっちゃ節約になってそう。電気代とか去年とかも、うん、だってやばい、毎年暑い、うん、今年だってもう生きていけないレベル、うん、永遠に暑いからね、うん、福岡とどっちが暑いの。体感そんな変わらんけどね。福岡もめっちゃ暑いよ。そうだよ。今日も暑い。どこも暑い。富山も暑い。暑そう、うん、
寒くて暑そう。寒くて暑い。本当に。うん。暑そうだよ。暑そう。アイス食べたい。ハルピョンがスタバの桃のやつ飲んでて、めっちゃ飲みたくなった。美味しかった。絶対に飲みたい。めちゃめちゃ美味しかった。飲みたい。最高。ヒートアイランド現象って聞いたこと、うん、なんだっけ、わからんけど、なんかすごく熱いやつ。いや、適当な時のうんじゃん。うん、うん、スタバスタバいいな。スタバスタバスタバ、いや迷ったの、今日レッスン終わってから飲むか、うん、迷ったけど、うん、もう暑すぎて買わなきゃいけなかった。もう買わなきゃな。そう、買わないとやっていけないと思った。エアコン、クーラーって何度でつけるのがいい？昨日さ、27度くらいで寝てたらめっちゃ寒かった。みんな何度でつけるの？B のコンサートはさ、何日だっけ？ 5? 5前日か。5の夜、なんかその他のチームのコンサートとか見れたりするのかな。見たい。え、フォー見たい。フォント？フォント。フォント、フォント。ツヒ B いいよ、セットリスト。うわ、見た見た、私、うん、見せた見せた、もらった、見せた。見たい、ライブも見れたらいいな。見たい、全チーム見たい。確かに A と K も見たい。うんうん、全部見たい。でもさ、無理そう。なんかゼップでしょ。うん、ゼップ、え、初めて行く気がする。確かにゼップ横浜、多分ゼップあんま行ったことないから。ゼップ、そう、分かんない。ゼップ横浜、横浜か、横浜か。なんかすごい画質がさ、うん、いいのがすごい伝わってくる。本当？え、そう、あ、どうやって、確かに。だってもう何年も前の天だから。あー、すごい、よく使えてる。でもそんな昔の画質がいいのが14でしょ。14ですから、もう最新。さすが、素晴らしい。綺麗ですよ。いいな。逆に綺麗すぎるかもね、うん、すごい全部見えちゃうね、ニキビできたとか言うけどめっちゃ見えてる。ピントとかさ、パカって合うのよ。めっちゃもうパカパカって、うーん、フォーね、フォーコン、本当だよ、本当、甘くなってるよ、やだよ。食べて、食べる。何が食べたい？え、何食べたらいいと思う？食欲さ、私最近夏バテすぎて。え、一緒。一緒か、うん、もうみんなそうだよね。何も食べれない。そう、本当にそう。本当こういうのしかさ、入れれない。そうなんだよね。本当に。お腹は空いてるけど、何？そう、なんかここが押してないの。通らないんだよね。そう、あ、夏バテ。夏バテ。みんな夏バテです。人類みんな夏バテ。さっき聞いたらさ、うん、なんて言ってたっけな。何？麻婆豆腐とかさ、うん、ちゃんと食べてると思って、みんなすごいよね。すごい、麻婆豆腐か。麻婆豆腐は食べやすいかな、逆に。でも暑い、絶対暑くないと美味しくないから、うん。海鮮チャーハン、チャーハンも食べやすそう。うん、そば冷やしちゃう、確かに。そば、うわ、今日日焼け止め塗らずに来たから絶対日焼けした。終わった。日がさ、差してたけどさ、もう日がさ通り越してきてるのがわかるもん。わかるもん、わかるもん。暑っ、だって長袖だもん、私。ちゃんと汗かかないの、ちゃんと長袖だもん。えらい、冷
日焼けしたくない、日焼けしたくないやつでも足出してる矛盾矛盾矛盾してるよ。サラダうどんパッパか野菜川原さん何時に来る？川原さん15時前に着きますって言われたけど前だよ前だよ2人でさ14時くらいに着くように行くみたいな感じに言ってさ、うん、まずもう半くらいになったしミッサーもさっき15時前になるって言ってた。ルーズ14時とは14時とはって感じ。14時に来ても使えないから、うん、結局けど、ね、結局使えないんだよ、うん、レッスン上少なすぎる、うん、踊りたいのに踊れない。踊りたいのに踊れない。カラオケ行きたいな。カラオケとかラウンドワンみたいなとこ行ってはっちゃけたい。わあ遊園地とか行きたい。暑いか。あでもだって今行かないとさ、うん、夏休み、そう小中学生が来ちゃう。来ちゃうよ、若い子に取られちゃうよ来ちゃう、だから自分の領域みたいに自分のもんみたいにそうだよ、来ちゃうんだよ小中学生が。やだすごいからね若い子たちの体力。やだやだ、はっちゃけたい気分。若いでしょ気分くしゃみくしゃみ、うん、あーなんかあやみんがツイッターに載せてたね、みずみんが劇場で練習してるって。あそうなんだ、いけるんだ。レッスン場が使えなくてみたいな。なんかさ劇場さ、うん、使うときさ、うんうん、言わなきゃいけないじゃん、うん、きっと使いたいですみたいな。でスタッフさ大人がさいないとさ、うん、開けてくれないから。そうだよね、そんな大人をさ朝早くからさ召喚うん、うん、申し訳ないっても思っちゃう、ね、うん、思っちゃう。だからいけない。結局いろいろ考えてやめちゃう。もうその辺の公園でみんなで練習するその辺の公園で。そうなんですよ。そうね、すごいよ。だって AKB、うん、全部覚えた、うん、A も次出るらしい。4は人足りてるの？足りてる、足りないみたいなことが多分ないんだと思う、うん、でもいろんなメンバーがねいろいろ覚えてるたりもするのかな。でも足りてる方かもしれない。だって B足りてない感じ？ B 全然人いない。あそうだ、覚えてよ B を？ B 覚えて。いやいいと思うよB のセットリでも可愛い曲いっぱい。可愛い曲いっぱい。天国野郎やってるよね。やってる。楽しい。天国野郎はいいよ。うさぎさん。あれはあれで楽しい。あと何がある？残念少女。おーやったことある。口移しのチョコ。うんやったことある。出れるじゃん。出れるじゃん。片思いの対角線。おお。愛しきナターシャ。ええー。出れるじゃん。いいね。お前ちょっと B 出ます。B 出ます。出てよ B。そう考えたら4は全然足りてる方なのか。 B ね、人見えないんだね、大変だな、うん、でも結構どこもそんな感じなんじゃないか、うん、A とか K もどこもね人手不足人手不足、大変や。他のとこ覚えたら、うんうん、そこのポジションの子がいなくなる。うん確かに誰かがそこ覚えなきゃ結局めっちゃ大変やな。人がいない。ギリギリの状態で回してる。本当にギリギリアウトの状態。確かに他のチームの公演出れたり。でもサムネイル大変そう。サムネイルは大変かな。シングル多いよね。
確かに言うてだと思うけど、ほら やってるとは分かんないよね、うん、体力的にはオープニングがめっちゃきつい。はい、失礼しました。いつでも終わりだよ。サムネイル楽しい、聞いてみよう。開いてたって。あ、確かに暑いね。サムネイルでもあれ楽しそう、翼はいらない。そう、本当にそう。そこめっちゃいい、あれめっちゃいい。楽しそう、楽しそうだなって曲いいです。 B の公演とか他のチームのさ、見に来てよ。見に来た、見に行ったことないんだよね。この間マリアが来たくれた。ああ、行ってたね、ツイッターで見た。次いつ出る？次は、あ、まだ発表されてないか、うん、されてないけど私のポジション一人しかいないから。ええー、そうなの？基本出てる。やばっ、めっちゃ大変じゃん。 B 基本私とさとみなちゃんのとこ一人しかいないから。基本うちらいる。やばやばいの、はい、大変すぎ。本当に劇場公演じゃあもうチーム B 公演が発表されたら自然的に。そう、ピョン、あ、来た、ゲルが来た。待って、ミュートにした方がいい。あー、怖い怖い怖い、襲いかかってる。やめます。あれだよ、ギャルって、ギャルってよ、ギャル中のギャル、お腹やばいやばい。でもちゃんと本なんかも、小説読んでくる、小説読むギャル。やめます。じゃあ私の方が長いんで、私が先にランキング読みます。長くやってあげて。じゃあバイバイ。あれじゃあ、え、ランキング読まないの？え、最近さ読まない。読むときと読まないときだ。じゃあもう今日は読まない日で。バイビー、みんな今日18時だよ。またね、またね、バイバイ。18時だよ、18時だよ。